コロンビア川大地の洪水玄武岩の風景とは、大陸地域で非常に膨大な量の玄武岩質溶岩が噴出しできたと考えられている玄武岩の巨大な岩体のこと。その地形から大地玄武岩とも呼ばれている。古生代カンブリア期以後何回か発生している。玄武岩は、シリカ分が少なく流動性の良い溶岩が地上で冷却固化してできた岩石。洪水玄武岩は、 大陸プレート上、海洋プレート上双方に存在し、一つ一つが広大な面積を覆っている。例えばインドのデカン高原は、富士山100個分以上の体積に相当する玄武岩が日本の約1.5倍の面積50万平方キロメートルに広がって高原を形成している。現在世界各地で観察される洪水玄武岩の代表的なものを列記する。表記は、 名称、噴出年代、面積の順同様な玄武岩質溶岩の大量噴出は、海中でも起こっており、巨大化なリーワ岩石区と呼ばれている。その代表例として、南太平洋に存在する、オントンジャワ海大が挙げられる。世界の巨大化なリーワ岩石区の、分布図コロンビアが大地の洪水玄武岩の分布、主に印の右側の緑色で示された部分に、分布する。 コロンビア側渓谷の部分で南北に走るカスケード山脈と交差している。現在主流となっている考え方では、プレートテクトニクスでは大陸プレートの近くはシリカ分に富密度が低く軽い加工岩質が主体であり、近く内で大量の密度が高く重い玄武岩溶岩が生成するとは考えがたい。このため、各地の洪水玄武岩中の鉱物成分の 調査結果などから、洪水玄武岩を形成した溶岩は、地殻の下にあるマントルからもたらされたと考えられている。通常マントルが地表に露出することは、極めて稀であり、洪水玄武岩の噴出は、大陸の分裂など、地殻が引き裂かれて発生した亀裂などに由来すると考えられている。大西洋を挟んで存在するカル玄武岩とパラの玄武岩については、 アメリカ大陸とアフリカ大陸が分裂した時の割れ目に沿って時期を同じくして噴出した玄武岩と考えられている。コロンビア側大地の場合その活動時期が北西にあった火山湖の活動時期と一致しており、近傍の火山活動に伴って地殻が引っ張り応力がかかってひび割れが生じたとされている。洪水玄武岩は複数回繰り返し発生した噴火で形成された。 すなわち流動性がよく薄く広がる玄武岩質溶岩が何度も繰り返し噴火することで現在見られるような広大な大地や高原を作った。この溶岩流を一枚ずつ分析すると必ずしも同一成分でないことが多い。さらにマントルを構成する鉱物群とはかなり異なった成分の溶岩流が各地で観測されている。すなわち 洪水源部岩はマントルそのものが溶解したマグマが継続的に噴火したものではないと考えられる。最近の研究ではプレート運動で海溝からマントルに沈み込んだ海洋地殻がホットプルームの上昇に巻き込まれ地殻の元まで上昇しそこで溶解して大量のマグマを形成したと説明されている。洪水源部岩は比較的短期間に非常に大量の溶岩が 地表に噴出する。これが地球環境に急激な変化をもたらし、重大な影響を与えたと考えられている。玄武岩質溶岩の噴火においては、火山灰の噴出量が少ない反面、大量の火山ガスを出すことが多く、この火山ガスが環境に大きな影響を及ぼす。記録に残っている事例では、1783年に起こった。 アイスランドのラーカギーガル噴火で発生した火山ガスの影響により北半球が数年間寒冷化したというものがある。これは日本においては天命の大気饉という形で現れた。洪水源部岩の噴出に伴う火山ガスの噴出量はラーカギーガル噴火の数十倍以上と見積もられており、当時の地球環境に深刻な影響を与えた可能性がある。実際、 最大規模のシベリア大地元部岩の噴火時期は、史上最大規模の大量絶滅が起こった PT 境界と一致しており、この時期の大量絶滅の原因の一つと考えられている。海洋中での大量噴出となったオントンジャワ海大の形成時は、アプテアン絶滅と重なることが指摘されている。ありがとうございます。